はい、どうも。顔立ちしたらチャンネル登録者数100万人以上いく J です。今日ですけれども、ビジネスシューズ買いましたんでレビューしていきまーす。はい、じゃん。こちらですね。どうですか？テクシーっていう、アシックスのね、確かブランドだった。そう、アシックス商事が出してる、ね、ブランドなんですけど、これがね、すごくいいと。結構もう3、4年ぐらい履いてて、3、4年革靴変えてない、どうなんて思うんやけど、かなり歩きやすくてよかったなっていうので、全く同じものかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、もう忘れちゃったからね。ちょっと古くなってきたっていうので、買い替えました。革靴ってあんま履く機会ないんで、ちょっとめっちゃ高いの買うかどうしようかなって思ったんですけど、一旦ね、一旦このテクシー履いとったら、どうにかなるじゃんということで、ビジネスシューズとしてもね、おすすめかなって思います。就活シューズとしてもいいんじゃないかなっていうふうな形でですね、僕思ってます。やっぱね、就活とかって、派手な靴よりも、こういったフォーマルな、ね、きっちりとした靴の方が受かりやすいっていうのもね、小耳に人事の人から挟んだりしたような、してないようなみたいな。結構ね、そういうところもしっかりと見られてるような感じなんでね。テクシーリュクス。本当にこれね、結構、周りの人に聞いてもですね、使ってる人多いらしいです。やっぱね、サラリーマンとして革靴が必要って方はね、一回検討してもいいのかなって思います。セカンドシューズとしてもね、便利かなっていう、思いますね。そんな、どうですか？そんなにね、安くは見えないでしょ、別に。でもこれ1万いってないからね。値段はなんとですね。なんと、お値段。値札ないな。値札あるか？値札ないか。あるか？ないな。1万円いってないし。6600円ぐらいってかな。7000ぐらい。ほんまに7000ぐらい。ちょっと一回履いてみたいと思います。ちょっと履く前にもうちょっとレビューね。はい。裏こんな感じですね。テクシーって書いてる、テクシーって。ここはやっぱり、見えるかな。木に見せてるけど、実際はゴムですね。このゴムだからこそ軽いって、やっぱ、いい靴っていうのは木使ってるんで、ね、正直重くなると思うんですけど、これはゴムですね。はい。僕25.5なんで。革靴は25.5。革靴は、ちょっとこれ豆知識なんですけど、革靴っていうのは、自分が普段履いてる靴の1センチちっちゃいやつを買うといいっていうふうにね、昔靴屋さんに教わったことがあるんで、僕は26.5なんですけど、25.5買いました。これぴったりだったはずです。またここもね、しっかりとしてるんでね、またこれ1、2年は持つんじゃないかなって思ってます。では、履いてみます。ほんまね、ぴったり見て、ぴったり。それぴったりでしょ。だって、俺、靴履いて買ったから。靴履いた、履いたらこんな感じね。わかるんかな？はい、ということで。はい、ということでですね、テクシーリュックスのレビューを終わりたいと思います。もうちょっと外観ちょっと見えにくいかな、ちょっと。白。こんな感じ、ほんまに。何や、光の関係か。どう？見えるかな？ちょっと電気つけないんやけど。こんな感じですね。店頭に行ってね、ゆっくり見ていただいたらいいと思うんですけど、本当に履いた感じも良かったです。ということで、よかったらね、検討してみてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散よろしくお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ、バイバイ、バイバイ。